も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はお知らせです。毎月恒例のお知らせですけど、ガズのウクレレたちの販売&予約再開のお知らせでございます。明日です。6月26日日曜日のお昼ちょうど、よお昼12時から、行われます。まずですね、販売再開がガズの初めてウクレレとガズのわがままウクレレの、普通スタンダードプランと、薄レレでございます。このシリーズに関して販売が在庫ある限り再開されます。そして、予約注文、まあ、これはね9月に、なっちゃうんですけど、ちょっと機会いただくんですけど、ガズモデルとかヴィンテージモデルとか、あのセミオーダーは、受付、予約受付どこということになっております。で、今回ですね、ちょっとスペシャルな、情報がありまして、なんと皆さんは大好評の初心者の人にもう最もふさわしく、リーズナブルで持ち運びも車の中とかキャンプとか、今これから暖かい時期になって外に持ち出せるウクレレとしても大好評いただいているこのウクレレがあるんです。はい、これガズの初めてウクレレですよ。はい、これこのウクレレソプラノサイズなんでございますけど、これね、いつも皆さんご案内させていただいてるんですけど、この度このガズの初めてウクレレシリーズになんとなんと兄弟というかお兄ちゃんが出てきました。お兄ちゃんの方が後から出てくるということなんですけど、見てください。デレ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 ダリーン。はい、これ大きさちょっと比べてみてください。こっちコンサートウクレレモデルが今回初登場、新発売になっております。はい、こちらはソプラノ、こちらは初めてウクレレの、コンサートモデルですよ。ちょっとこれ初めて紹介しますんで、ちょっと弾いてみましょうか。これね、思ったよりというかかなりいいです。切れ味抜群で、やっぱこのボリュームも大きいんで、サイズも大きいしね。で、やっぱりふくよかな音がしますと。はい、この初めてウクレレのコンサートモデルが、これがね、今回初登場ですというのが今回のね、もうビッグなお知らせになっております。お値段はですね、こっちの初めてウクレレがこっちの値段、はい、こっちのコンサートウクレレが今表記されているこの値段になっております。はい、でね、引き続きのご案内ですけど、このガズのわがままウクレレシリーズ、これコンサートモデルですけど、まあせっかくだからこっちも、これテナーモデルですよ。ほら、こっちもまた透明感がある。こっちはもうベトナムで1本ずつオールハンドメイドです。品がいいです、こっちはね。やっぱりね、わがままウクレレはもうほんとオールハンドメイドでね、いい木を使ってるんでね、ものすごいいいですよ。これが、薄レレですね。コンサート。これコンサートウクレレ。ストレートにね、この薄さとは思えないぐらいのこのストレートの音が出ます。はい。で、このガズのわがままウクレレシリーズって、フレットの、数が選べたり、ここにはピックアップがついてるついてないっていうのを選べるようになってるんですよ。いろいろ。この薄レレとボディが厚いのも選べるようになってます。その辺のことについて以前ね、細かく説明してる動画、この動画の後にいつものように貼り付けとるとくので、ぜひぜひご参考にしておいてください。で、いつもガズレレ準備で使ってるこのガズモデルも、これは予約を再開しております。これももう相変わらずのもう、めちゃくちゃ、すごいとろけちゃうもうナイスサウンドですから。私のパートナーでございます。まあそういうわけでですね、ベトナムで作っているラインのものは、販売再開と予約受付、初めてウクレレの方も今回初登場の、コンサートとソプラノということで、今回ね嬉しいお知らせばっかりでございます。はい、もう一回確認です。明日6月26日お昼ちょうどより、販売再開が、薄レレと、ガズのわがままウクレレの薄レレとガズのわがままウクレレと、初めてウクレレシリーズ。はい。で、予約注文はセミオーダーと、ガズモデルとヴィンテージシリーズということになっております。はい。ぜひぜひ皆さんホームページチェックするだけでもチェックしておいてください。ここにまとまってますんで、ぜひともチェック、見るだけでもいいと思います。よろしくお願いします。それではですね、この後に、ガズのわがままウクレレとかをしっかりこう選ぶ
プレットの数とかピックアップがついてるついてない選ぶその動画の参考になる動画をこの後引っ付けときますんで、ぜひ最後までご覧になってください。それでは皆さんさようならバイバイ。ちょっと全体のラインナップご紹介していきましょう。まずはですねこちらガズの初めてウクレレ初心者様にも本当に最もおすすめの初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよっていうねプレゼントにも最適というこれリーズナブルでとってもいいウクレレ、これが、これは販売再開です。これ注文いただいたら2、3日分中にはこう発送されるというものなんですけど、あとねこれから言うねこのガズのわがままウクレレシリーズとかウスレレっていうのはちょっと事前予約注文販売になっちゃうんですね。いつもお知らせした通り、これいろいろあるんですよ。まずはガズの、わがままウクレレからいきましょう。わがままウクレレ、はい、これわがままウクレレって通常のボディの厚さで、このウクレレはコンサートサイズですけど、これソプラノサイズとコンサートサイズとあとテナーサイズが仲間入りしております。テナーサイズのウクレレ、前回からね、仲間入りしてるんですけど、このガズのわがままウクレレの特徴は、まず、ピックアップがついてるかついてないかを選べますということと、あとはね、フレットの数が選べるんですよ。7フレットモデルとか12フレットモデル。コンサートだったら16フレットだったっけ ?15 フレット。ちょっとホームページ確認してください。とにかくいろんなものを選べる。で、選べるのはいいんだけど、ちょっと私どうやって選んでいいかわかんないよという方もいらっしゃるんで、その方のために私がここにリンク貼っておきます。ここでですね、どんなことが選べるか私が解説してますんで、ガズのわがままウクレレのことと、あとそうだこれも今一緒に言えばよかったな。はい、これ同じウクレレに見えますけどボディの厚さが薄いでしょ。これ薄レレという G ラボのねもう本当に力を入れてるやつで、ボディの厚さが薄いから案外慣れが悪いように思うんですけど、そんなことなくてもめちゃくちゃデッカアウトをするすごくいいウクレレなんですね。これ、ガズのわがままウクレレと薄レレはほぼオーダーの仕方一緒なんですよ。ピックアップがあるとかないとかフレットのこの数がほらここ見ても全然違うでしょ。ほらこっちのテナーサイズですけどね、こんなのある。大きさがソプラノコンサートテナーから選べて、フレットのサイズがピックアップありです。これ薄レレも、わがままウクレレも両方選べます。はい、それ、さっきのところで選び方を見てください。あとそれとですね、最近ガズレレが使っている、あ、ここにこれちっちゃいソプラノサイズの薄レレがありまして、これも一応写しておきましょう。だから大きさがさ、これ全然違うんだよね。今ちょうどテナーとコンサートとソプラノがあるんで、この3兄弟みたいになってこんなに大きさ違うんですよ。面白いですね。ということでございます。はい、そして、いつも最近ガズが使ってる、もうめちゃくちゃいいウクレレ。これ、ガズモデルも予約注文再開です。これはもう見てくださいよ。この木目。ものすごいことになってます。いつもこれね、ガズレレの YouTube 最近これで撮ってるんで、もうおなじみだと思うんですけど、これはもうね、超一級品ですよ。こちらの方もホームページに明日出ますんでね、じっくりご覧になってちょっとご検討ください。そして、このね、ガズモデルも選べるんだ。これ、ボディの厚さとか。盛りだくさん。これ、見て。すごいですよ。この木目といいですね。はい。ガズレレと G ラボの、チームで今回新しくリリースするウクレレのシリーズです。で、ちょっとこのヘッド部分、ここにですね、今度新たなロゴマークが入ります。ちょっと今までの G とは違う新たなラインです、これ。ちょっと、紹介させていただきます。これはですね、G ラボとガズレレが今回新しく出るシリーズのヴィンテージシリーズという新しいラインナップになります。はい、これ。ヴィンテージシリーズということで第1本目。このシリーズが発売になります。これはもちろん予約受付になるんですけど、これ今映ってるのはね、コンサートサイズなんですけど、これはサイズ選べます。コンサート、ソプラノの2つの種類で、フレットの数も、これはね、結構、見て、12、13、14、15、16フレットなんですけど、12フレットか16フレットか選べるとか、ソプラノだと12フレットか15フレットとか選べるというふうに、このポジションマークを見てください。すごいでしょ?凝ってます、すごく。はい。で、ここのポジションマークも赤いドットだったり、はい。こだわりがすごいんですよ。この、まず一番見てもらいたいのは、このトップの、木なんですけど、これはですね、もう選び抜かれたベトナムでもね、もう本当に、最高の木材を使用しております。はい。で、この横のバインディングもこれ木材になってますね。で、これ見てください。このサウンドホールに丸く巻いてある、これロゼッタというものなんですけど、今回、ここもですね、貝でございます。すごいゴージャスな貝で、やっぱりこの塗装の感じとこの、この貝の感じとかね、すごくこうゴージャスなムード。あとこのポジションマークもね、同じ、貝が使われておったりとかですね。まあ、この辺がですね、やっぱヴィンテージ感とかとろける、サウンドにふさわしいなんか感じかなというふうに思います。ブリッジはあえてね、ヴィンテージシリーズということで、こうシンプルな四角い形のものを取り入れて採用しております。はい。この辺の仕上がりもすごくね、手が込んでいるんで、ほんとですね、
見ていただきたいなというふうに思う一本なんですけど、はい。こういう細かいね、仕様なんですけど、今回新たに、この G ラボットガズレレのヴィンテージシリーズの、詳しく、それを書いているホームページを、作っております。そう、ここに、そのページ、詳しい、スペックはここでちょっと確認していただきたいんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。この音ですよ。セミオナウクレレっていうのは僕一本も持ってなくて皆さんのお手元に届くやつ、皆さんのそれぞれがいいなと思うのを選んでいただいて、その人だけの一本をこう組み込んでいくセミオーダーですね。それがそれも明日予約注文です。カラーバリエーションも見てください。こんな感じでいろんなカラーがありますよ。こういうのも選んでいただいたり、それこそポジションマークの形もいろいろ選べるようになってます。その辺のこともね、ちょっとここに動画貼っときましょう。リンク貼っときます。この辺でセミオーダーのこともちょっと見てもらうとね、モジャ君一生懸命こう解説してるんで見ていただければと思います。